カセットガチャしてみたい駿河屋。今日はね、駿河屋さんのね、ネット通販でね、購入したもの紹介です。どうしてもね、やってみたいことがあったんでね、買ってみましたよ。まずはね、こちら。こういうのに入ってんのはね、駿河屋さんさすがですよね。ピンボール66匹のワニ大行進です。ピンボールゲームなんですけどね、なんかちょっと絵が可愛いんでね、欲しかったんですよね。で、次がね、やってみたかったこと、これですね。 SF メモリーカセット、箱なしで2510円でした。もうラベルでね、確定してるような気がしますけどね。本来はね、書き換えのできるカセットなんでね、中身が何かわからない状態です。でもう一個がね、 SF メモリカセットの状態なんですね。約ね、300円の差で、まあどのくらい違うのかなと思ってね、買ってみました。まあ向こうはラベルついてましたけどね、本来はこんな感じですね。何が入っているかわからないというのがね、このカセットの楽しみなんですよ。というわけでね、買ったのはこの3本。ではね、 SF メモリーカセットガチャやってみましょう。まずはね、1本目、2510円の方ですね。あ、知ってるファイアーエムブレムトラキア776ですね。購入価格2500円で、ネット価格がね、3980円なんで、まあ、いい方ですよね。結構ね、このゲームはね、入ってることが多いみたいで。でも私自身はね、このゲームね、実際持ってないんですよ。ですからね、まあ当たりかな。ただね、実機でしかできないですからね、まあ、そういうところですよね。どう判断するかは。これはね、カセット版も出てたと思うんで、それをね、買うのも一つの手だとは思うんですけど。あ、ちなみにさっき言いました、あの3980円という価格は、SF メモリーにこのソフトが入っているというね、価格のものですね。その最安値ですね。どうですか、これ面白そうでしょ。ゲーム自体はね、人気だったと思いますよ。皆さんがね、当時こうやってメモリーカセットにね、書き込みしているんで、13年のね、月日が経ったってことですかね。ファイアーエムブレムトラキア776ですね。じゃあそれではね、2本目、お、なんか聞いたことある。スーパーファミコンウォーズですね。購入価格が2910円で、ネット価格がね、6140円ですね。これもね、SF メモリーカセットに同じソフトが入っているっていうものをね、探しましたっていうより、それしかなかったんです。このゲームって、カセット出てないんですかね？そこがね、ちょっとわかんないんですけど。
可愛いですよね。いや、これはどうですか？当たりですか？どうなんですかね。というわけでね、当たりだったか外れだったかコメントください。見てくれてありがとうございます。よければね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、次回もよろしくお願いします。ではバイバーイ。